スプーンに取ったトマトピューレトマトピューレの缶詰トマトピューレとはトマトを煮込みピューレしたもののことトマトピューレとはピューレの一種でトマトを煮込みピューレして作る食材であるまたそれを煮詰めて水気を飛ばし濃縮したものも指すトマトピューレの基本は水とトマトだけを煮込んだものであり場合によって塩とローレルトが加えられるもともと一般の家庭や 料理屋で自力で作っていたものだが、近年では、瓶詰や缶詰ないし、レトルト食品として市販されており、業務用の代用機に入った商品もある。一般に市販されているものの多くは、裏ごしにより丁寧にペースト状に均一化されているが、中には、意図的に固形状のトマトと混ぜてあるものもあり、好みで使い分けられる。トマトピューレの原料に用いられる縦長品種の、 トマト原料となるトマトは、球形のものか、縦長の品種の完熟した実が使われており、日本で広く生殖されている上下に平たく扁平な、球状のものではない。イタリア料理において、トマトピューレは、パスタやピザなどを作る際に欠かせない食材の一つで、あり、ピューレ自体は、トマトの酸味と甘みとうま味が混じり合った風味で、イタリア家庭では、お袋の味の構成要素ともなっている。 調理中のスープに加えたり、炒め物に加えて、和えたり、調味料を加え味付けして、ソースとしても使われる。なおイタリア料理で使われるものは、主としてトマトを加熱せず、生のままピュレしたものである。なおトマトケチャップはトマトに塩を加えて2から3日置き、染み出してきた果汁とともに、香辛料などを加えて煮込んだものであり、ケチャップというのは、本来魚醤を刺すものであり。 その製法に準じて作られたものなので、基本的に味付けがされていない、トマトピューレとは異なる調味料である。近年スーパーなどで流通しているものにはさらに保存のための酢や風味を整えるための砂糖や玉ねぎ、果物などが加えられている。ありがとうございます。